滝田里子は、日本のシステム技術者。一般社団法人ウェブディのジャパン代表理事。旧一般社団法人モジラジャパン代表理事。慶応義塾大学大学院政策メディア研究科講師。愛称はチビ。新事態で滝田里子と,と表記される場合もある。ブラウザの母。1963年生まれ。鳥取県鳥取市にて生まれ育つ。 鳥取県立鳥取西高等学校を経て、明城大学の理工学部に進学した。入学前は宇宙工学に関心を抱いていたが、大学には該当する学科がなかったため生物科学を学ぶことにし、公募金の突然変異などを研究した。全く就職活動をしていなかったが、卒業間際になって、日電東芝情報システムが女性技術者を初採用すると知り興味を抱き、 電話してみたところ当日入社試験を受けることになり、そのまま入社が決まった。1986年3月に、明星大学を卒業し、翌月、日電東芝情報システムに入社した。プログラミング経験は全くなかったが、日電東芝情報システムでは、アコス上で動作するカナダドルを担当する部署に、技術者として配属されたため、ホートランに取り組んだ。また、 アコスの案件がない時は営業担当者と二人でパソコン用のカナダドルの飛び込み営業をしていた。その後、ユニックスや新言語に関心を持つようになり、1988年に富士ゼロックス情報システムに転職する。1991年、偶然再開した日電東芝情報システム時代の上司に進められ、東芝システム開発に転職する。同社では、 東芝のユニックスワークステーション事業を担当する部署に配属され、サンマイクロシステムズなどのソフトウェアのサポートなどに従事した。この頃、NCS サモザイクやネスケイプナビゲーター、Java に興味を抱く。その後、東芝がネットスケープコミュニケーションズのソフトウェアをライセンス販売することになり、ネットスケープコミュニケーションズとの接触を担当することになった。 1996年に日本、ネットスケープコミュニケーションズからヘッドハントされ、同社に転職した。サポートエンジニアとして入社したものの、アメリカ合衆国のネットスケープコミュニケーションズ本社に常駐し、ネツケイップナビゲーターの日本語ローカライズに携わった。しかし、ネットスケープコミュニケーションズの経営状況が思わしく、なくなったことから、2001年に日本、 ネットスケープコミュニケーションズが閉鎖されることが決定した。これにより、ネットスケープナビゲーターを導入した日本の企業ユーザーに対するサポートはアメリカ合衆国の AOL、ネットスケープ本社と直接契約を結んだ上で、タキタが行うことになった。日本ネットスケープコミュニケーションズの事業所もなくなったため、自宅を仕事場代わりにし、 日本の企業ユーザーに対する最新バージョンの提供やアップグレードの提案を一人で行っていた。しかし、2003年には同社がネツケイップナビゲーターなど、クライアント事業から完全に撤退することになったため、それに伴い、タキタの契約も終了した。2004年に3名でモジラジャパンを発足させ、2006年に代表理事に就任した。また、 慶応義塾大学を拠点とし、同大学大学院政策、メディア研究科などが参加する、先端 IT スペシャリスト育成プログラムでは、講師を務めている。これらの業績に対して、2008年12月に、日経 BP、日経ウーマンから、日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー2009リーダー部門が授与され、2009年10月に、情報処理推進機構から、 2009年度日本オース、貢献者賞が授与されるなど、いくつかの賞を受賞している。既婚者であり、1997年11月に結婚式を行った。夫は、ユニックス研究者として、有名な大学教授であり、日本における情報セキュリティの第一人者だとされているが、お互い夫婦であることを積極的には公表していない。2007年9月15日、 文字ら24にて、ありがとうございます。